機関車牽引の客車列車の例、純動力集中方式の列車の例両先頭車は、運転席と動力部分のみであるが、切り離して他の列車に使われることはない。動力集中方式とは、列車が1両、内し2両程度の動力車によって、牽引または推進される方式のことである。日本では、貨物列車を除いて、数を大幅に減らしているが、 世界中の多くの鉄道を走る列車のうち、貨物列車はほぼすべてこの方式で、旅客列車もこの方式によるものが多い。動力集中方式を採用している、旅客列車の例として、日本のブルートレインやフランスの TGV などが挙げられる。フランスの TGV やドイツのアイス1。 イギリスの HST などでは、両端の動力車の間に付随客車を配置した固定編成が採用されており、この方式については純動力集中方式とも呼称される。体を成す形態は動力分散方式である。動力分散方式に比して述べる。 ドイツ鉄道アイスにオーストリア連邦鉄道のプッシュプル列車アメリカ合衆国シカゴメトラのプッシュプル列車台湾鉄路管理局 E1000 型電車大井川鉄道のペンデルツーク式のプッシュプル列車 DD51 型によるプッシュプル列車編成の一端に動力車もう一端に運転席を設けた制御客車を組み合わせるか動力車を両端に蘇生する方式 両端に運転席を配することで短所の一つとされる折り返し運転を行う際の機関車の交換、着回しが解消される形となる。本来のプッシュプルとは前車の形態を指していたが後に高出力化といずれの方向にも安定して高速走行を行うという必要が生じる高速列車向けに両端に動力車を連結した後車の形式が考案された。 ドイツ語圏では、前車の方式による列車を左右に行き来する様子から、振り子に例え、ペンデルツークと称する。英語では後車を、トップテールと呼ぶ。後車は、主に、欧州の高速列車が採用している。列車の両端を、動力車にして、客車を挟み込むようにしており、重量編成であれば、実際に乗客を扱えるのは8両分だけであるため、 純粋な動力分散型よりも旅客定員は少ない。全車は欧州及び米国各地の都市圏の普通列車を中心に採用されている。客車の運転台からもう一旦の動力車を遠隔操作するため組み合わされる機関車は限定される。力学的に不安定で高速運転には向かないが、スウェーデンの X2000 やドイツのアイスに イギリスのインターシティ225など、機関車が最高尾となる場合でも最高速度時速 200km で運行している例がある。ただしこれについては、線形が良く、高速運転区間に急勾配や急曲線がないことに加え、ヨーロッパの車両は、連結面に大容量の干渉器を装備していることなど、日本に比して、 走行安定性を確保しやすいという条件の差もある。日本でのこの運転方式は、連結量数は多くはなく、最高速度も低い。一方、日本と同じ自動連結機を採用する米国では、通勤列車を中心に、ヨーロッパのような本線でのプッシュプル運転が、一般的であり、終端式の駅での長距離列車の扱いを別にすれば、 一般の列車と同等の条件で運転される場合が多く、中には、キーストーンサービスのように110マイルパーアワーという、高速で運転されている列車もある。同列車での高速運転は2006年夏に、キーストーン回路で実施された、信号、河川の更新強化工事を経て、可能になった。米国の制御客車を用いた、プッシュプル運転は、 1950年代末に、シカゴのオスウェスタン鉄道で、通勤列車の運行合理化の一環として開始された、ものまで遡る。当初は推進運転時の脱線を心配する向きも、あったものの、結果的には起遊に終わり、全米の通勤鉄道に広まった。日本では、全車の方式が、大井川鉄道井川線の、全列車、線号本線、 富良野線で観光用トロッコ列車、ノロッコ号や京都市、嵐山にある、佐賀の観光鉄道のトロッコ列車などに見られるようになったが、欧州に比べると歴史は浅い。また、JR 東日本215系電車や、JR 貨物 M250 系電車は、動力分散方式であるが、前後に2両ずつの動力車を集中配置しており、 後の方式に類似した点もある国鉄211系電車の1 0 0 0 3 0 0番台は5両編成の片側に3両の非動力車が連なる日本では稀な例となっているプッシュプル方式では動力車の客車よりの範囲分程度またはそれ以下の部分を機器搭載スペースとせず客室や荷物室等を設けている場合もありその例には韓国の セマウル号往年の西ドイツの t o 車両であった西ドイツ国鉄 VT11.5 型機動車が挙げられる。ありがとうございます。